どうもこんにちは、ヨンドゥです。マーベルズアベンジャーズ続きをやっていきます。前回ですね、エイムの陰謀の一端を掴んでしまったためにですね、カマラちゃんはすっかり追われる身となってしまいまして、ただいま彼女を助けてくれるかもしれないレジスタンスを探し求めてここまで逃げながらやってまいりました。さてここでは何が待ち受けているんでしょうか。行ってみましょう。いいことありそう。その反対かも。ここがエーデイの時にテリジェンを積んでたキメラ、乗り物のキメラがあるとされてるらしいんですよね。レジスタンス。ああ、そうそうそう、これこれこれ。間違いない。やべ、敵来た。エイムに出し抜かれた。ヒーローがダメージを受けると意志力が減少する。カマラをプレイ中は左のヒーローメーターがいっぱいになったら、ああ右下ですかな、サポートヒーローアビリティヒーリングスピリットを使って意志力を回復しよう。要は HP ってことかな、意志力って。ほい、回復してる。の基地でしょ。どこにいるの？なんかのマークかな。あ、ここにもなんかある。断片。探し続けない。あ、危ね。落ちる。あ、落ちる落ちる落ちる。あ、落ちる落ちる落ちる。あ、あ。はい。さあ、気を取り直して。おおおおお、崩れる崩れる。なんかすっかりトゥームレイダーとかアンチャーテッドみたいになってきてるね。まあトゥームは同じスクエニだもんね。位置確認しよう。怒らないでね、アブ。足を伸ばしてるだけだから。やばい。ああ、お、やばい、崩れる。飛べ。完全にトゥームレイダーだね、これ。信じられない。飛んじゃった。いいね。この自分の力にワクワクしてる感じがいいよね。このヒーローというかスーパーパワーにまだこう慣れきってない感じが新鮮でいい。無言で喜びをかみしめるカマラ、かわいい。うん、これがあれだね、キメラだね、きっと。すい、よし、いいよ、おい。見た。いいね。だって一人だし。さ
寂しいよね。まだね、若いのにこんな一人で旅して、しかもいきなり結構なハードな局面の連続だからな。やばい、そいよ、宝箱、ゲッチュコミック警備員かなんかがいるよね、多分。あかりだ、誰かいるはず。さ、誰がいるかな。下はリアクタールームだったね。きっと上に行けばいいんだ。なぜ今のでわかる。物分かりが良すぎないか。多分この近くだね。おお、これあれだな、最初にキャップが戦ってたところだな。指令デッキだ。ところでみんなは？まあこれがきっとレジスタンスのマークなんだな。ここだ、ここがレジスタンスの本部だ。メモとか地図とか先がわかるものないのかな。何か手がかり、何も残っていないとか。うわ、やられた。なんか埃っぽいっていうか、うん、きっとこの近くのはず。お、裏先ナノマシン。お邪魔します。お邪魔します。今更ですが。乗務員区画に行けるかも。なるほどね。電力不足。電源を復旧させないと。ブレーカーかスイッチがどこかにありそう。ほっ、え、やった、腕だけで引っ張れなかったのか。ああ、もうしっかりしてよ。これは何かいるぞ、絶対出る。おおおおおおお、いや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 、ちょっとこれ絶対なんか出るよ。もうボロボロ、壊れてるみたい。今の何？うわ、あ、あれってまさか。キャップの盾じゃん。なんでこんなところに。なんでまだここに。
りゃあんただってビブラニウム製だもの。軽いに決まってるさね。キャップの言った通りね。あれ？そうだよね。アダマンチウムがウルヴァリンだよね。誰なの？あ、こりゃ、え、ハルク、ハルク。うわー、来た。え？あ、え、めっちゃハルクに言われてんじゃん。なんなの？やばいやばいやばい。ちょっと待って、どっから来たの？どう回ってきたの？いや、もうこれホラーだって。いや。ちょっと自分。こんな無茶苦茶やっていいわけ？おお、あ、キャップの盾を。しっかり手慣れた調子で扱ってますが、あー、これはやばい、これはやばい。おお、いやこりゃこれあんたグリモンスターって言われたって何も文句言えないよ。おお、ここから逃げないと。あ、レベルが上がりました。スキルポイントを使ってヒーローのレベルを上げ、新しいアビリティを手に入れよう。解除してないスキルアイコンにカーソルを合わせて習得すると。おい、うん、これを習得しましょうってことかな。ダブルバレルパンチ。レジスタンスが逃げたのに無理ないね。ハルクのせいで逃げたのか。まあな、あんなのと一緒にいられないよね。また壊さないと。そい、ハルクはバナー博士に戻ったこと。そい、お、おい、赤いボタンは、赤いボタンは押しちゃダメだね。ありえないでしょ。ハルク、そい、ここが格納庫だったんだ。あと少し。あそこに行けばいいんだろう。こっちになんかいそう。決められずに上のデッキへ行くだけだよ。さ、この上には何かあるかな？あんまなさそう。とりあえずジャンプしてみよう。お、乗っかった。そい。ボタンを押すと足場が動くんだ。よし。そい。そい。このまま上に進む。そい。なんかアクションがスパイダーマンみたいなアクションになってきたな。何あれ？これは何か足りない。電源、あ、役に立ちそう。ブレーカーを下ろすレバーが必要かな。あ、こんなところに都合のいい宝箱。お、ギアを手に入れました。
ギア画面を開く。ギアアイテムを装備するごとに総合的なギアパワーが増加する。ギアパワーのポイントはヒーローのトータルパワーレベルに加算され、ヒーローのステータスを引き上げると。じゃあこれ装備しましょう。やった。接続箱のハンドルだ。レバーもゲット。よし。ボタンを押せばここから出られる。これは届くのか。お、届いた。ここから出られる。レジスタンスの気配はない。ハルクが怖いのかな。うーん、離れた方が良さそう。そうね。でもハルクなんとか仲間にしたいよね。これからどうすればいいかな。もうここまで追ってきてるよ。ねえ、あとつけてきたの？気持ち悪いな。おい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 、すっか。敵ではないのじゃ。もう終わった？あ、まだ来る。すっすっすっ。この左に出てる1って数字がきっとレベルでしょ。だからこっちはもうレベル2だからね。痛そう。これは相手がレベル高い分やっぱ強いってことでしょ。あ、丸で回避ですね。はい、赤はガードフの、はい、あ、爆発した。え、なんか爆発した。連れてかれるわけないでしょ。おい、レベル1のお前らなんて手はないんじゃん。おい、えい、おい、コンボ。あー、入った入った。あー、飛んでった。ここから降りなきゃ。お、崩れる。え、やばい。あ、めっちゃいるじゃん。さすがにこれは厳しいんじゃないかい。お、大きくなる。おお、でかくなった。アントマンじゃん。あ、なかなか強くっぽいな。痛いね。なんじゃ。ジャンプすると衝撃波が出る。強っ。ほら、あ、ガード持ってるやつも普通の殴り攻撃でガード剥げるよ。強っ。しっかりして、カモラ。しっかりして。あれ、時間切れ。あ、時間切れだ。やめて。きた、ハルク。ちょっとやっちゃってくださいよ。持ってきてない。
こんなやつら目じゃないですよね、ハルクさん。ハルクさん。痛い。あ、まだでかくなった。おーい。なった上でハイタッチ。うお、でっか。なんかちょっとクラクラする。あ、そう、力尽きる。めまいがします。ねえ、何してるの。あ、落ち着いてくれ、頼むよ。大丈夫、目の前で死なれちゃ困る。あ、元に戻ってる。勝手に人の血を抜くなんて。分かってるよ、平時ならそうだが、今はそうも言ってられないんだ。嘘でしょ、バナー博士。ああ、いや、ハイウェイ9だ。ハイウェイ9ならハイウェイ19まで30キロで、そのバス停からなら。何、あ、すまない。何の話。長い間変身してたから。あ、つまり大男にね。どれくらいここに。ああ、その数年前からだよ。こいつはすごい。まあ、え？よく言われる。数年間ずっと変身してたの。エイムボットが君を追ってた理由はこれ？それだけじゃ。うん、エイムのサーバーからあるものを盗んだの。は？何？なぜ？どうして。分かってる分かってる。でもこれ見た方がいいよ。タールトンか。うん。なんでセキュリティプロトコルを切断するんだ。え、まさかね、でしょ。そうだよね、タールトンはキャップを閉じ込めてキメラを乗っ取ろうとしたんだ。ああ、待ってくれ、それは飛躍しすぎじゃないのか。リアクターの誤作動のことは知ってる。だからセキュリティを切ってドアをロックするようキャップが言ったのかも。違う、エーデイの証言は何回も聞いたの。爆発の時タールトンとモニカは指令デッキにいた。だから生き延びたって言ってたよ。これで証明できるね。爆発の時タールトンは指令デッキにいなかった、うん、嘘を暴ける。で、この続きは。ブロックされた。動画の続きはもうないの。そうか、うん、ねえ、これは罠だったのかも。でしょ、タールトンもエイムも治療とかいうのもなんかこう、その裏がある感じがするんだよ。しない？キャップの盾を欲しがるコソ泥じゃなかったか。で、思ったの、スタークさんに頼めないかな。メインフレームは彼の技術だし、あの人しか侵入できないよ。うん、ああ、バス停がある。ハイウェイ9に。そこから西へ行けば協力してくれそうな旧友がいる。マリアは信用できる。マリアヒルかな。僕に伝えて動画を見せるんだ。
でも映像見たでしょ。おかしいって思わなかった。すまない、力にはなれないよ。慣れたらいいけど。こんな女の子一人で。ブルースバナー博士でしょ。現代に生きる天才じゃない。天才？自分を見ろ。僕らは何を。君は状況を分かってない。タールトンがインヒューマンって呼ぶの。私たちは病気で、凶暴で、正気じゃなくて、そのうち死ぬ病気だって言ってた。信じないけど、スタークさんは自分で探すよ。待って、送ってくよ。本当？気まずい沈黙だな、これ。この二人絶対相性悪いよね。いいな、この二人好きだな。いいコンビだと思うんだけどな。スターク・インダストリーズが倒産した時、ここに隠したんだ。ジャービスならトニーの居場所がわかるかもしれない。この道を進めばアーカイブにたどり着くだろう。いいね、今日散歩日和だし。その息だ。通信機はつけてきたか。うん、つけてるってわかんないでしょ。ブルースを動かせるようになったな。キメラに戻ってきたの。僕じゃない、あいつだよ。じゃあ、あいつがレジスタンスを追い払ったの。いや、あそこには誰もいなかったと思う。シールドの捜査官に何人か出くわしたけど、他は誰もいなかった。なるほどね。じゃあハルクの姿のままあの基地に戻って、長いことあのモードのまんまいじけったわけか。そっか、ソーのマイティソーラグナロク、バトルロイヤルの時もそうだったよね。映画でもずっといじけて変身解かなくて、なんか自我持っちゃってたもんね。やっぱそういう節があるんだよな。はい、ということで次回からは今度はバナーハルクをですね操作しながらやっていくかなと思います。ではまた次回。さよならー。